1975年の広島東洋カープでは、1975年の広島東洋カープの動向をまとめる。この年の広島東洋カープは、ジョールーツが監督に就任したが、4月27日に指揮権を放棄し、小畑氏が5月から監督に就任したシーズンであり、球団初のリーグ優勝を果たしたシーズンである。1974年オフに3年連続の再開の、 責任を取って、チームハイ抜きの森永勝也前監督が辞任すると、嘆きコーチとなっていた、ジョールーツが新監督に昇格。ルーツ監督はそれまで、チーム内に染み付いていた負け犬根性からの脱却を図るべく、紺色主体のユニフォームは、弱く見えるとして、ユニフォームの変更を図ったものの、球団の予算の関係もあり、帽子だけが赤に変更された。しかし、 開幕15試合で借金が先行するなど波に乗れず、4月27日に赤ヘルーミの親であるルーツ監督が突然の辞任。ルーツ辞任後、野崎大一ヘッドコーチの代行を経て小畑氏が新監督となった。5月以降チームは山本浩二絹笠義雄の両手法と日本ハムから一跡の大下氏などの活躍で首位戦線に浮上。 6月14日から5連敗するなど苦戦したが、それでも勝ち進んだ。8月まで、阪神、中日との密戸萌えが続いたが、9月以降、貯金15、を稼いで抜け出した広島は10月15日の巨人戦に勝利して、球団創設26年目での初優勝を達成し、小葉監督が胴上げされた。この勢いで、日本一が期待されたが、初優勝で燃え尽きたのか 日本シリーズで阪急に一勝もできず敗退した。ありがとうございます。